プロフォトのフラッシュ A シリーズ用のバッテリーケースを 3D プリンターで作りました。解決したい課題は2つ。1つ目はバッテリーの裏面にある電子接点を保護すること。2つ目はバッテリーの使用前後を分かりやすくすることです。このようにバッテリー先端の突起とケースの先端についている印がぴったり合うようになっています。これによってバッテリーの使用前、使用後を見分けられるようになっているかと思います。快適に出し入れできるように 0.1 ミリずつサイズを変えて何度も設計し直しました。このように振り回しても全くガタつきはなく、かつ心地よく出し入れできるようになっています。白色だけでなく黒色のモデルも作りました。サイズ展開は1個から3個まで。黒色の方は先端の印が白色になっているので使用前後を見分けやすいのは黒色のモデルです。一方カバンの中では白色の方が目立つのではないでしょうか。使う人の好みや利用シーンによってどちらの色が最適かは変わるかと思います。また撮影のプロのご要望にお応えしてバッテリーを裏表に2個しまえるタイプも設計しました。このような形は一般的に熱溶解積層方式の 3D プリンターではきれいに作るのが難しいのですが、一旦1個入り用をプリントした後にひっくり返して途中から 3D プリントを継ぎ足すという技法で実現しました。手で握れるコンパクトなサイズ感に収まっています。これらのバッテリーケースは私のオンラインストアブースにて販売もしています。詳しくは概要欄をご覧ください。皆様のお役に立てれば幸いです。